共和国広場共和国広場は、セルビア共和国の首都である、ベオグラード中心部の広場であり、その周辺一帯の地区を指す故障でもある。ベオグラードのうちでスタリグラード区に位置している。セルビア国立博物館やベオグラード国立劇場、ミハイロ・オブレノビッチ三世の像をはじめとする、ベオグラードを象徴する構造物が見られる。共和国広場は、ベオグラードの中心とされる。 テラジーエ広場から100メートルも離れておらず、両者はコラルチェバ通りとクネズミハイロバ通りで結ばれている。誤って共和国広場がベオグラードの中心と思い込む人も少なくない。西にはバシナ通りによって要塞跡で公園となっているカレメグダンと結ばれ、東にはスレムスカ通りを経てゼレニーベナツ地区やノビベオグラード区へとつながっている。共和国広場の北は スタリグラード区とドルチョ区の境界となっている。広場を中心とした町が形成されており、この地区には2002年の時点で2360人が居住している。ベオグラード国立劇場1866年にスタンボル門が取り壊されたことで、この広場の歴史は始まった。1869年にはベオグラード国立劇場が作られる。門は18世紀初頭に、 オーストリア人によって建てられたもので、現在のベオグラード国立劇場とミハイロ像の間のところにあった。ベオグラードが堀で囲まれていた当時、この門は町を取り巻く門の中で最大であり、最も美しいと言われた。スタンボルトはイスタンブールを意味しており、この門から続く道はイスタンブールへと続いていた。オスマン帝国統治下の時代、この門の前では、 ヒムスリムの従属民に対する串刺し刑が行われており、当時の人々の間では門に対してそのイメージが残っていた。また、1806年の第一次セルビア人放棄のベオグラード攻撃のさなか、オスマン帝国に対する反乱の指導者の一人、バサチャラピッチが致命傷を負った場所でもあった。この悲劇を記念し、広場近くの通りと付近のモニュメントには、 チャラピッチの名が付けられている。セルビアの自治が始まり、スタンボル門が取り壊されると、その跡地は長らく使われないままであった。その中にあって、国立劇場は当時からずっと立ち続けている唯一の存在であり、1945年の共産主義体制発足まで広場は、ポゾリッシュに広場と呼ばれていた。しかし、1882年に、 ミハイロ・オブレノビッチ3世の像が立つと、その後急速に多くの建物が立ち並ぶようになっていった。現在は、国立博物館となっている場所には、平屋建ての長屋が立ち、著名なダルダネリレストランもそこに入居していた。当時、この場所は、芸術家たちの交流の場となっていた。1903年に長屋は取り壊され、財務省庁舎への出入りのための道路となった。 この庁舎が今日の国立博物館である。国立劇場の隣の小さな公園にはイリア・ミロサブリエビッチ・コララツが経営するコララツレストランと映画館があった。現在はヤドラン映画館となっているリューニオネ宮殿は1930年に建造された。現在プレスハウスとなっている場所には第二次世界大戦前まで多くの店が入った長屋が建っていた。 ミハイロ・オブレノビッチ・公の像1941年4月6日のドイツによる空爆によって建物のほとんどは破壊された。第二次世界大戦後には路面電車の線路は取り払われた。その後しばらくの間、この広場には1944年のベオグラード解放の戦いで死んだ赤軍兵士のためのモニュメントが置かれた。その後、 この広場で最大の建物となるプレスハウスが建てられた。プレスハウスにはレストランと国際プレスセンターが入る。国立劇場のちょうど向かいにある現在のゾラン・ジンジッチュ博士広場のある一帯はかつて将来はオペラ座となるとされていた。しかし2000年代に入って政府が1989年に建てられたショッピングモールスタクレナツを 役目を得たとして取り壊し、画廊を建造することに決めたため、論争を呼ぶこととなった。計画では、オペラ座は、ノビベオグラード区、ウシチェ地区の、居住者のいない湿地に建造するとされた。一般大衆やオペラのメンバーたち、それに、著名な建築家や、その他の芸術家たちの反対にもかかわらず、ベオグラード市政府や、市の建築家、ジョルジェ・ボビッチは、オペラ座が、 この場所に作られないのはすでに決定済みだとした。1991年3月9日に初めて、ハンスロボダン・ミロシェビッチの抗議集会が開かれて、以降、1996年から1997年に、かけての学生の抗議集会、2000年10月の民主化を求める集会など、共和国広場は市民による抗議運動の中心となってきた。 このため、セルビア再生運動党首のブクドラシコビッチは、広場の名前をスロボで広場に改名するよう求めてきた。セルビア再生運動が、ベオグラード市政府の与党となっていた1997年から2000年の間も、この主張は続いていたが、実現には至っていない。ベオグラード国立劇場共和国広場は、 ベオグラードで最も賑やかな場所の一つであり、町のビジネス地区の中心の一角を担っている。また、ベオグラードの主要な交通網が交わる、交通の要衝であり、汚染も最も激しい。20を超えるバスやトロリーバスの路線がここを通っている。広場の一角からは、クネズミハイロバ通りが伸びている。 クネズミハイロバ通りは歩行者天国となっており、ベオグラードの商業地区の中心を成している。反対側には、1989年に作られた、ベオグラードで、初の現代的なガラスと鉄の建築による、ショッピングモール、スタクレナツがある。この建物は、1989年の、第9回非同盟諸国首脳会議のために作られた、ものであった。 スタクレナツの前の小さな空き地は2003年に暗殺された当時の首相、ゾラン・ジンジッチの名をとって、ゾラン・ジンジッチ博士広場と名付けられている。馬に乗ったミハイロ・オブレノビッチ3世の像は、イタリアの彫刻家、エンリコ・パッチによるもので、セルビアからのトルコ人の完全追放と1867年まで、オスマン帝国の支配下にあった。 セルビアの七つの都市の解放を成し遂げた、ミハイロ公を称えて建てられたものである。ミハイロ公によって解放された都市の名前が、像の台座の板に彫り込まれており、ミハイロ公は、イスタンブールを指さし、トルコ人に去るよう命じていると言われている。しかし、ミハイロ公の指は、イスタンブールのある南東ではなく北東の方を、向いている。しかし、 長い年月を経て、ミハイロ公の業績を称えるという像の役目はあまり意識されなくなっており、単に、乗馬像などと呼ばれるようになっている。像のすぐそばのレストランの名前さえも、単に、乗馬像というものである。2000年、デルタホールディングの出資によって、ミレニアムクロックと名付けられた現代的な時計が取り付けられた。 時計は高所に取り付けられ、現在の天気も表示されている。二つの大きなデジタル式の時計が、比較的人通りの少ない方を向き、二つの小さなアナログ式の時計が、人通りの多い方を向いている。時計と台は、クロムメッキされた鉄とガラスでできており、石造りによる周囲の建物との対比をなしている。ありがとうございます。